アニョハセヨ、通りすがりのオカマこと、ユイアイミニだ。今回の動画は、あらすじ、キャスト、見どころなど、この動画を見れば、ある程度のことがわかる、青春の記録。はい、ということでね、先日韓国の方でも放送が終了したばかりの最新のドラマ、青春の記録を今日はネタバレがない程度にご紹介をさせていただきます。この動画を見て青春の記録を見たくなった、参考になったというそこのあなたは、ぜひチャンネル登録をしてお帰りくださいませ。ではまず簡単な概要からいきましょう。はい、ではまずこの青春の記録、韓国の方では毎週月曜火曜に放送されていたドラマっちゃけど、日本では2020年10月現在、ネットフリックス独占で視聴が可能となっております。まず、邦題がお分かりの通り、青春の記録。韓題がチョンチュンキロ。訳すと青春記録なので、タイトルは日本と韓国でほぼ変わりがありません。放送日、韓国の方では2020年の9月7日から10月27日まで TBN で放送されていました。日本でもネットフリックスで2020年9月7日から毎週2話ごとに、配信をされて、今では全話視聴が可能となっております。韓国の方での視聴率が平均 10.7%、最高が 12.1%。最終話にして最高記録を更新しながら、同時間帯での視聴率も1位を記録して、先日有終の美を果たして終わった最新のドラマ。はい、このドラマどんなドラマなのかっていうのを結論から言うと、人によってはストレス指数が爆発して、ああ、もうこんなドラマ耐えれーんってなるドラマなんよね。まあ、理由も含めて、この後紹介するあらすじと見どころを聞いていただければ大体掴めると思うので、まずはあらすじから紹介させていただきます。ゆうやんチャンネル。インスタグラムフォロワー 4.5 万人。モデルの活動をしながら俳優の夢を見るパクボボム演じるヘジュン。そんな彼、家族からはもう夢を諦めて26歳なんだから早く兵役に行きなさいと夢を猛反対される日々を送っています。モデル業だけではお小遣いも稼げず、アルバイトを掛け持ちしながら、日々生活を奮闘して生きています。ヘジュンと対照的に裕福な家庭で育ちながら、モデル、俳優としても徐々に活動を成功に収めてきた幼馴染であり親友のヘヒョ。そんな彼の成功の裏には、ヘヒョ自身も知らない情熱的な手厚い母のフォローがありました。SNS のフォロワーを購入したり、賄賂を渡して出演ができるように手回しをしたり、自身の実力で夢を追うヘジュンとは対照的な環境です。大企業を退職し、メイクアップアーティストを夢見るもう一人の主人公、パクソダメ演じるジョンハ。有名モデルや芸能人なども通う美容室で、見習いとして腕を磨きながら、YouTuber としても路上メイクの様子やノウハウなどを発信し、夢を追いかけていました。そんな彼女、昔からヘジュンの大ファン。孤独な私生活を送りながらもヘジュンを応援することが自分の心の拠り所になっていました。そんな中、ヘジュンとヘヒョはあるファッションショーに出演。そのファッションショーには奇遇にもアシスタントとしてジョンハが先輩と同行していたんですね。そこで憧れのヘジュンと仕事を通してジョンハは出会います。幼馴染は自分より先に花道を歩こうとしている日々に、焦りや葛藤を抱きながらもヘジュンは夢をつかむことができるのか。ヘジュンとジョンハの出会いはどんな出来事を起こしていくのか。ドラマ「青春の記録」、乞うご期待。続いてこのドラマに出演したユーヤンチョイスのキャスト3人の紹介と、とても豪華な特別出演について話していきます。はい、ではまず1人目、このドラマのヘジュンの役を演じた次世代の韓流四天王といえばこの人、パク・ボゴム。そんな彼、1993年生まれの現在27歳。幼少期の頃は歌手を夢見ていて、数々の事務所から声がかかっていた中、関係者の人から歌手ではなく俳優の方がいいんじゃないっていうアドバイスを受けて俳優を目指すようになりました。2015年主役を務めた応答せよ1998で記録的大ヒットを収め、その後、雲を描いた月明かりとか、ボーイフレンドとか、数々のドラマの出演を経て、一躍トップスターの座につきました。一度ついた人気を維持するだけでなく、今も人気急上昇中の、カンドラをハマった人ならまず知らない人はいないぐらい有名な若手実力派俳優。はい、そして今回の青春の記録、まさに今のパクボゴムを描いているかのような設定ということで話題になりました。俳優志望の青年がトップスターになり上がるサクセスストーリー。
このドラマの中で重要となった一つのポイントが兵役で、パクポゴム自身兵役前最後の出演としてこの青春の記録に出て、先日8月31日に入隊したばかりなので、より今のパクポゴムとこのストーリーがリンクして感情移入しながら見れると思います。ちなみに除隊の予定は2022年の4月。続いてこのドラマのジョンハヤクを演じたパクソダムちゃん、経歴に行きます。高校生の時に見たミュージカルに感銘を受けて俳優を夢見る。卒業後、あのチャンドンゴンやイ・ソンヨンが通っていた韓国芸術総合学校に入学。その後、高い演技力が評価され、商業映画を中心に様々な作品に出演。彼女の有名な出演作といえばアカデミー賞受賞作品のパラサイト。半地下家族の娘役を見事に演じきり、今年のペクサン演技大賞では女性助演賞にノミネートしました。ちなみに彼女、誰かに似てると思いませんか？そう、あのトッケビの花嫁、キム・ゴウンちゃんに印象がとてもそっくり。実はパクソダムちゃんとキム・ゴウンちゃん、デビュー時期、年齢、そして韓国芸術総合学校の同期なんですよね。まあ、そんなこともあって韓国の方では第二のキム・ゴウンって呼ばれてるみたい。ちなみに年齢は1991年生まれの現在29歳。ボゴミの2個上なの。彼女めっちゃ同感だからまさか年上だとは思いもしませんでした。続いて、ヘジュンの幼馴染のヘヒョ役を演じたピョン・ウソクくん。彼なんと身長が189センチ。経歴に行くね。スタイル抜群のウソクくんは大学在学中にモデルの活動を始めます。その後間もなくして兵役に行き、除隊後に俳優の活動を始めました。デビュー作は2016年放送の Dear My Friends。なので実は俳優としての経歴はまだ浅いよね。日本でも人気の時代劇ドラマ、レイをはじめ、様々な作品に出演して徐々に頭角を現している今ホットな俳優さんです。はい、そしてこの青春の記録、特別出演もめちゃめちゃ豪華です。一人目、次世代の韓流四天王、パクソジュン様。イテモンクラスでね、パクボゴムくんが最終話に特別出演をした縁で、今回、パクソジュンも特別出演してます。ボゴムくんが演じる主人公ヘジュンの先輩役としてドラマの10話、11話あたりで出演します。役柄がもう現実そのままみたいな役柄よね。二人目、ガールズデイのヘリ。これね、応答せよを見たファンの人なら必見の特別出演やと思っちゃうけど、4年ぶりにね、応答せよカップルが帰ってくるってことですごいネットでも話題になったっちゃん。やけど残念ながらドラマ内でのパクボゴムくんとヘリの共演シーンはありません。その他にもとても豪華な俳優さんたちが特別出演しています。このチャンネルでは韓国のドラマや映画、韓国の女優さん、俳優さん、K-POP などマルチに情報を発信しております。まだしてないよっていう方はぜひチャンネル登録お願いいたします。はい、どうだった？今紹介したあらすじとキャスト紹介で、ある程度どんなストーリーでどんな人が演じているのかっていうのは分かったと思っちゃうけど、ここからは見どころというかポイント、ゆうやなりの見てほしいこのドラマのテーマだったりとか、そういう点について紹介していくね。一つ目、 OST が特徴的っていうのもですね、皆さん、私韓国のドラマの他に昔からずっと応援していて好きなものが K-POP なんですよね。ビッグバンの弟分にあたるアイコンっていうグループが好きなんですけど、そのメンバーのどこだ、ここだね、バビちゃんが今回 OST デビューということで青春の記録に参加しました。バビちゃん、おめでとうございます。このドラマ、現代を生きる若者たちのストーリーということもあって、 OST に参加してるアーティストさんたちがアイドルがめっちゃ多いの。名前を挙げるとエクソ、ママムー、セブンティーン、アイコンをはじめ、元 IOI のメンバーとか今の K-POP シーンを先導する若い世代にとても人気なアーティストが参加してます。すごい特徴的だし、このドラマに合ってるなと思った。二つ目、夢を追いかける現実を非常にも大々的に描いた脚本。なんか夢を追いかけるっていう言葉だけ聞くと明るいイメージがあるやん。けど実際問題、夢を叶えるってそんなに簡単なことじゃなくない？夢を持つことでさえ贅沢と考える人が多い現代社会。年齢、金銭的問題、家庭環境とかいろいろな要因で夢を諦める人が多いこの世の中。夢を追いかける中でも自分が思うようにうまくいかなかったり、誰かを妬んだりとか羨んだりとか、逆に誰かから妬まれたり嫌がらせを受けたりとか、現実的に考えるとそういうことってたくさんあるし、誰もが経験したことがあるんじゃないかなって思うんやけど、それをとてもリアルに書いてるのがこのドラマ。
だから青春の記録っていうタイトルだけを聞くと、楽しくてワクワクしてキラキラしたあの若者たちが夢を叶えていくっていうようなサクセスストーリーに見えるっちゃけど、そういうわけじゃなくて、ある意味とてもリアルな今を生きる若者たちが、そんな壁にぶち当たりながらも周りに支えられて成長していく記録を描いたっていうようなドラマ。そして三つ目、誰にでも夢を持つ、夢を追いかけるっていう資格があるっていうようなメッセージ。あくまでこれは私の主観でこういうメッセージがあるんじゃないかって感じただけなんやけど、先ほど言ったみたいに現実は簡単じゃない、でも誰にでも夢を持つ、夢を追いかける、その権利自体は誰にでもあるよねっていう風に感じて、自分なんかがとか、こんな状況でとか、つい夢って諦めがちなものやけど、まあ、そして頑張れば必ず成功するというわけではないけど、自分の決めたことをひたむきに努力してる姿っていうのは誰であれかっこいいし輝いてるよっていうようなあのメッセージを伝えたいんじゃないかなっていうふうに私は思った。そしてこのドラマのポイント最後に4つ目。パクボゴムしか勝たんのよ。ボゴムファンの皆様も無条件でこのドラマ見てください。単発のボゴム様、アルバイトをしているボゴム様、眠っているボゴム様、甘い言葉をかけるボゴム様、とてつもなく素敵すぎる横顔でキスをするボゴム様、全体的に明るいドラマではないんやけど、前半に関しては特にキュンが肩よ、肩肩。これはパクボゴムの人生をそのまま描いたのではないかっていうぐらい、本当のパクボゴムくんの人生とリンクするところが結構あると思うので、とても共感しながら感情移入しながらぜひ見てみて。はい、じゃあまとめると、動画の最初で伝えた結論、人によってはストレス指数が爆発して見るのが辛いドラマって伝えたんやけど、確かに全体的に明るくて華やかなストーリーっていうわけではない。私たちのパクボゴム様が嫌がらせのオンパレードを受けてて見てるのが辛い。だけども脱落せずにぜひ最後まで見てほしいなって思います。それこそがこのドラマのテーマであり、伝えたいメッセージなんだと思う。じゃあ最後に青春の記録、どんな人におすすめかっていうのをお伝えして終わるね。1つ目、夢に向かって努力してる人。2つ目、逆に夢を諦めようとしてる人。3つ目、10代や20代の若者世代。4つ目、30代だったり40代だったり、今絶賛そういう夢を追いかけている子供を持つ親世代。この4つに当てはまる人たちはどこかしらで共感をしたりとか、どこかしらで感情移入しながらとても熱く見れるドラマだと思うので、ぜひ見てみてください。ゆうやんチャンネル。はい、ということで最後までご視聴いただきありがとうございました。今後もカンドラだったり俳優さんだったりとか、ホットな情報をこのチャンネルでは紹介をしていきますので、ぜひチャンネル登録やコメントしてくれると嬉しいです。そしてゆうやんインスタグラム、ツイッターもやってます。もし興味がある人はフォローしてください。ではまた次のオカマの動画でお会いいたしましょう。カムサムニダ、バイバーイ。